皆さんこんにちは。知ってるお兄さんに出演するコメディアンイジンホジの違法賭博にハマっていたことを告白しました。 BTS ジミンが彼に1億ウォン1105万円の金を貸していたそうです。韓国メディアによると、イジンホは2022年金が必要だとしてジミンに近づき1億ウォンを借りたといいます。当時借用書を作成しましたが、イジンホはこれを履行しませんでした。ジミンは事実上金を返す意思がないとみて10年以内に返してと情けをかけたといいます。これについて所属事務所ビッグヒットミュージック側関係者は、ジミンに金銭被害が発生したことは事実であり、借用書を書いて貸与したことが全てとコメント。イ・ジンホはこれ以外にも4択イス軍にも金を借りたそうです。14日、イ・ジンホは2020年偶然の機会でインターネット不法賭博サイトでゲームを始め、手に負えない借金を抱え込むことになった。多くの人々に金銭的支援を受けた状態だったと告白。現在着実にお金を返済していると主張した彼は、今後も死ぬまでこの借金は必ず自分の力で全て返済するつもりだ。金銭的な損害もだが、何より私を信じてお金を貸してくれた方々にとても申し訳なかったと謝罪しました。イ・ジンホはこの日出席予定だったコメディリベンジ制作発表会を欠席。また彼がレギュラー出演中の JTBC 知ってるお兄さん側は彼の降板について議論中だといいます。14日、所属事務所のビッグヒットミュージックは、マスコミに報道されたように金銭の被害が発生したのは事実だ、借用証書を作成して貸したのが全てだと明かしました。イ・ジンホは自民に急なお金が必要だと言って金を借り、イ・ジンホから金銭的な被害に遭った芸能人は自民の他にも多数いると報じられています。これに先立って同日午前、イ・ジンホが違法賭博をした事実を自ら告白しました。彼は「僕は2020年偶然に違法賭博サイトでゲームを始めることになり、手に負えない借金を抱え込むことになった」と明かし、多くの人々から金銭的な支援を受けたことを認めました。彼は今まで違法賭博を明かさなかった理由に対して「僕が仕事をしてこそ少しでも借金を返済していくことができたので、そのような気持ちも自分だけの欲ではないのかと気軽に選択できなかった」とし、人の模範になる良い人間にはなれなくても、少なくとも誰かに後ろ指を刺される人にはならないように努力すると付け加えた。このニュースが報じられた後、イ・ジンホはこの日出演予定だったネットフリックスのバラエティ番組「コメディリベンジ」の制作発表会に参加しないと伝えました。これに関連して同番組のプロデューサーであるクオン・ネボムは、イ・ジンホの違法賭博騒動は知らなかった、まだ把握中の段階だとコメントしました。韓国の7人組ヒップホップグループ防弾少年団が13日に行った東京ドーム公演で腹ばく T シャツを着用した当事者のジミンが騒動について初めて言及しました。ファンによると、ジミンはアンコールで再びステージに登場した際、騒動について心配かけた趣旨の発言をしました。ただこれが曖昧な表現だったようで、14日放送の日本テレビ系『スッキリ』はジミンのコメントを「心配してくれてありがとう」と紹介し、謝罪とは伝えませんでした。一方 TBS 系「ビビット」は「心配をかけて本当にごめんなさい」と表記し、自民自身が謝罪したと報じました。その後所属事務所は公式サイト謝罪文を発表しましたが、インターネット上では自民の直接謝罪はなかったと受け止める声が多数です。本人の謝罪はないの？公式が謝罪文出したじゃん、なんで本人たちは昨日のコンサートで謝りもしないわけ？結局 BTS の本人はファンに心配をかけたと言っただけなのね。謝罪はしないで逃げ切りか。 BTS が本当に悪いと思ってるのなら、彼ら本人たちが公の場でファンにじゃなくて原爆 T シャツブルゾンで不快に思った人々全員に謝るべき。 BTS の謝罪文全部スタッフが悪いように書かれているなどの声が上がっています。そんなジミンの生い立ちや家族とのエピソードを紹介したいと思います。どうやらジミンの実家はお金持ちではなかったようです。なぜなら2018年頃に韓国のネット上にジミンの中学時代のエピソードが上がったからです。それが以下3つのエピソードになります。ジミンの実家では経済的余裕がなく、中学3年生の時は特に勉強に集中できる環境を整えるのが難しかったそうで、父親は頭がもともと良かったジミンには公務員になってほしかったそうです。しかし突然芸術学校に通いたいと言い出し、自民のために学校の先生が父親を説得し、自民のとてつもない努力もあり特待生として入学し、学費が免除されました。通っていたダンススクールに親の負担になるのでもう通えないと申し出たところ、ダンスの先生から「お前からはお金を受け取れない」と授業料なしで通えるようになりました。これらは中学時代の担任の先生から聞いたというエピソードで、本人の口から聞いたものではないので確実ではありません。しかし過去の自民の発言と通じるものがあるため、信憑性が高いのではないかと思います。みんなが認める才能を持ち、その才能を伸ばしてあげたいという周りの優しさが伝わってきますよね。このような経緯があって、学費が高いと思われる釜山芸術高等学校に行っていたようです。釜山芸術高等学校は舞踏やバレエなど本格的に学ぶことができる学校で、その卒業生には世界的に活躍するアーティストがいます。もちろん自民も今では世界的に活躍していますよね。庶民派エピソード、そんな自民の親しみが持てるエピソードを3つ紹介していきます。プレミアム会員になっていないから広告をスキップできないと発言した。コンビニで買ったパンツを履いている。ソウルに上京する際、父親にソウルでお金を稼いでくるからねと話した。プレミアム会員じゃないなんて、私たちと同じような考え方で親しみが持てますよね。こだわってブランドのパンツを履いていそうな印象ですが、コンビニのパンツでいいなんて、なんだかちょっぴり嬉しくなります。3つ目のエピソードは家族思いだなと感じ、ますます自民を好きになりそうですよね。自民はずっと親に恩返しがしたいと言っていたそうなので、現在では十分親孝行できているのではないかと思います。ちなみにメンバーの中ではジョングクと故郷が一緒です。家族やジョングクと話している時は自然と方言が出てしまうようですよ。きっかけはアニメ「ONEPIECE」のゾロに憧れ、世界一の剣士になると周りに宣言して始めたようです。男の子らしいエピソードで可愛いですよね。ちなみに自民はワンピースの他にも NARUTO やハイキューなど日本のアニメを大好きだと言ってくれています。原因は分かりませんが、左まぶたの上を数針縫うほどの怪我をして、大人になった今も左右の目の大きさが少しだけ違うようです。そう言われると少しだけ左右が違うように感じますね。2002年から2008年にかけて海東小学校に通っていました。BTS の原点ともいえるこの頃から歌が上手だったようです。家族とカラオケに行った際にはマヤの「羊の花」という曲を高音パートまで見事に歌い上げたようですよ。韓国でいう班長が日本で例えるところの学級委員長です。韓国では成績優秀者が班長になります。そんな班長、学級委員長を任されていた自民は本当に頭が良かったんですね。また内気な性格ですが、人から注目されるのが好きだったようです。2008年から2011年にかけて林山中学校に通学していました。中学2年生頃からダンスを始めて歌手を目指し始めたそうです。今ではダンスの帝王とまで言われています。自民は中学3年生の時に自分の夢を釜山芸術高等学校に進学し、舞踊を学び、それを土台にもともと関心のあった音楽と融合させた歌手や芸能人になると作文として綴っています。とても具体的でしっかりした目標ですよね。この頃から芸能界への夢を抱いていたのが分かります。そしてこの時点で剣道を8年間習い、テコンドーを黒帯、勉強ができる学級委員長でダンスも上手となるとかっこよすぎてモテモテだったのではと思います。2011年から2015年5月頃まで念願だった釜山芸術高等学校へ通学します。ですがその後大きな変化が訪れます。夢であった釜山芸術高等学校へ首席で入学します。そして学生生活中は全ての授業に参加するだけでなく、放課後も練習室で練習するなど努力家だったようです。先生の結婚式ではお祝いのダンスを披露するほどだったので、やはりとても上手だったのでしょうね。またアイドルになりたいと語った際には担任の先生に現代舞踊の才能があるのにもったいないと当初は反対されていたようです。2015年に開催されたビッグヒットの釜山公開オーディションにダンスの先生の勧めで参加し、見事合格して練習生となります。その後上京するため高校2年の途中、ソウル市内の韓国芸術高等学校へ転校しました。いろんな先生方が自民のためを思ってたくさんのアドバイスをくれたようですね。このことからも愛されていた自民の人柄が分かりますね。自民は4人家族です。自民は両親が大好きで家族みんな仲が良いようです。釜山のテヨンドンに父親が経営するおしゃれなカフェメグネイトがあります。父親が経営者ですが勤務はしていないようで、残念ながら会うことはできないみたいです。以前は2016年まで釜山の繁華街でカフェアリステーブルを経営していました。そちらは残念ながら閉店してしまったようです。当時店に行った人からは、自民の父親はとても優しくハンサム、またサービス精神旺盛でファンに話しかけてくれたと言っています。そして弟孫民もカフェを手伝っていた時があったようで、目撃した人によればとてもハンサムだったと言っています。父親と孫民ともに手が自民にそっくりだったそうです。また自民は父親に似ているようです。自民の父親は毎年息子である自民の誕生日に花束と手紙を送ってくれるそうです。下のツイッター画像がその時の花束と手紙のようです。そんな自民は登山好きな父親のために登山靴をプレゼントしたと2016年頃のインタビューで話していました。お互いにとても大切にしているようですね。一番最初の章と重複しますが、父親はきっと頭の良い自民には安定した職業についてほしく、進学を望んでいたと思います。そんな時に自民本人から芸術の道に進みたいという思いを聞きます。そして自民が自分の将来の夢を綴ったレポートを父親が読み、将来についてのレポートは完璧だったとインタビューで答えたそうです。このことから自民を一人の人間として尊重している姿が分かりますし、そんな父親を自民も尊敬しているのではないかと思います。お互いを尊敬し合える関係性でとても素敵ですよね。この章でも紹介しましたが、自民の父親は釜山の南区にあるテヨンドンでカフェを経営しています。自民の出身地ではないですが、父親が経営している場所ということもあり、そこへ500万ウォンを寄付したそうです。父親やその周りの人への恩返しの一環かもしれませんね。父親と仲良しなのは前述で分かりましたが、母親とも仲良しのようです。こちらも2つのエピソードがありました。1つ目は電話でキムチの作り方を尋ねることです。 Run BTS での一場面のようです。この回はキムチ作りで母親にキムチの作り方を確認したくて電話で聞いていたようです。母親とも仲が良いみたいで、自民からよく電話をかけるそうです。空港でも自民が母親に電話している姿を目撃されたりしているそうですよ。ちなみに自民は母親の作ったキムチが好物のようです。母親としては息子に自分の手作りが好物と言ってもらえるのはきっと嬉しいでしょうね。2つ目は母親にプレゼントしたいというものです。同じく Run BTS で自民はソウルの免税店を訪れます。その中のジュエリーショップで思わずお母さんを連れてきてあげなくちゃとつぶやきます。その後もそこに母親がいる設定で、ここにあるもの全部買ってあげるよと笑顔で話していたそうです。とっても母親思いなことが分かりますよね。ちなみに今やティファニーのアンバサダーを務めるまでになっています。もちろん自民は2歳以下の弟のことも大好きです。そんな弟とのエピソードは5つあります。そっくりすぎてファンの間で双子説が浮上。弟の方が自民より少し背が高いジョングクに弟が嫉妬した。両親へプレゼントするため一緒にお金を貯めていた。弟に腹を立て叩いたら母親の前で弟は白を切り、自民だけが叱られたことを今でも根に持っている。とても微笑ましいものから兄弟らしいエピソードまでたくさんありますね。3つ目のジョングクへの嫉妬は可愛らしいエピソードです。それは孫民が父親に、兄は自分よりもジョングクのことが好きみたいで寂しいと言っていたそうです。こんな可愛いことを聞いたら何でもしてあげたくなってしまいますよね。そんな自民は孫民がソウルに遊びに来れば一緒にショッピングに行き、服を買ってあげたりするそうです。弟思いで兄弟仲が良いのが分かりますね。なんだがほっこりします。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。